校の彼じゃない？あ、ほんとだ。そんなとこで何やってんの？まさか私から隠れてたんじゃないでしょうね。ゆうこもめぐみもコーラ飲みたいでしょ？ラッキー。キーホルダー変えたんだ。前のキーホルダー、あの尻尾のやつ、あれ私が君にあげたんだけどね。わざわざ私のあげたキーホルダーを変えるほどあの女子高生にお熱ってわけ？別にどうでもいいんだけどね、キーホルダーの一つや二つ。え？何その女子高生？ねえ、トモコ何なの？あら、こんばんは。モテモテね。あなたって頑張ってね。記憶喪失の女の子を部屋に連れ込んで、あんた一体何考えてんの？この子が記憶取り戻せるように協力したい？そんなのできるわけないでしょ。こんな子さっさと警察か病院に連れて行けばよかったのよ。なんでこんなことになってるのよ。このキーホルダーはね、落ち込んでいた君のために私が買ったものよ。予備校でいつもポツンと物思いにふけっていた、そんなあなたが妙に気になって
元気づけてあげたいなって思って、それでプレゼントしたんだから。それなのにこんなもの。気安く智子なんて呼ばないんだよね。詐欺師。詐欺師？全然知らないんだ。何のことですか？この人がタウン誌で星占いの記事を書いてるの聞いてないんだ。いい加減な占いの記事を書いて女子高生たぶらかして喜んでいる詐欺師なの。そんな男の手にまんまとなっちゃって。あなたかわいそうな女の子ね。信じちゃダメよ、こんなやつの言うこと。嘘ですよね。何よ、この子に会いたいからってタウン誌利用したんでしょ。そうなのよ。詐欺師だって言ったのよ。ずるい。よし。
一緒に行きたい。マユのヒントコーナー。私の記憶の断片、それは出会いの場所に落としてきたのかもしれません。見つけたら必ず手に入れるようにしてくださいね。